皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。いつでもどこでもご挨拶をお送りしてます。今回はですね、実はもう見てしまってるんですよ。生リアクションの動画を作っている最中に音がめちゃくちゃ悪くなってて、それでもう異常にその音の質が悪すぎて、とても出せません。なのでもう全部作っていて、その編集の時に気づいたことなので、今回は生リアクションっていうか見ながら、何を気づいてるのかっていうのをちょっと一緒に考えていこうかなって思ってます。なのでそういうちょっと新しい感じの動画としていきましょう。まずはバイクですね。バイクは結構好きだけど、そうだね、中学生以来は乗ってない。中学生の時は原付っていうか、まあ、それよりこれに入ろう。こいつがもう早速ネタバレに入るんだけど、こいつがニヒルになる男やわ。で、俺はこれを初めて見て思ったことは、この剣を投げるときは自分の命をこれで取れって言ってるんだろうなって思った、うん、けどここで初めて血を味わおうっていうやつですね、うん、そしてこの OP はもうすっごい好き。もう絵が非常に綺麗で、なんていうか優雅的、そしてバックの音がすごくリズム感が良くて、このビートドラムがちょっと入ってて、でこの高いのがちょっとできない。みたいな、ベイベー甘くないよ悪くないよ Give me fire。 いやー、このサムライと戦ける戦ってるシーンとかめっちゃ綺麗やし、やっぱりその百鬼丸対悪魔たちも面白いんだけど、百鬼丸対侍ってなると黒沢映画とかそんな感じがするので、もう違うところの心の盛り上がりがあるんですよね。 Light it up, light it up、 燃やしちゃうぜ。いや、妖刀の巻じゃないですか。妖刀って言ったらなんかフェアリーソードみたいな、でもそんなフェアリーじゃなくてアシュラ、この悪魔のソードって意味なんですよね。ニヒルって意味して。で、ここでお寿司っていう女の子に出会うんですけど、お寿司は絶対に今後もめちゃめちゃ重要なキャラクターだと思うんだよね。改めてこのシーンを見ると、耳の話してるんだよなって思うんだ、最初から。まあ、今回は敵を倒して耳を戻すんだけど、なんか聴覚が結構大事なんこの1話で、全然気づいてなかった。まあ可愛いしね、この子は。お上品そう。でもドロロも案外結構お金持ちの子かもしれないよ。知らないけど。そういえばこの子の手を見ると結構やばい。それでよく拝む？
おかんでこんな傷だらけになるんだろうなって思う。そして現れます。ここはね、使徒とか悪魔のなんていうか赤い魂を見てるんじゃなくて、その剣に宿っているシュラ、アシュラ、赤い魂が入っている。皆さんこんにちは、おはよう。このシーンですね、結構やばいな。だけど百鬼丸は察知できてる。ちょっと、リーちゃん。こいつは完全に乗ってられている。でも全部は刀のせいではないっていうことは分かっちゃうんだよね。その後はほとんどがその刀。そして彼は刀に操られている。このすごい見事な剣のさばき、めっちゃ楽しいよね。これね、このセリフはまだちょっとわからないんだよね。百鬼丸の剣に鬼が入ってるみたいな。それってどういう意味なんだろうなーって思いながら見てたんですよ。ここでわざと百鬼丸が剣を習って男を殺さなかった。おそらくその魂の区別には男が悪いではないっていうことはすぐわかるやんか。まあ、そこでとりあえず剣をやるっていう気持ちになるやんか。ここで不思議なことに、ドロロがさ、邪悪の剣だと理解してるのに、まあ、理解してないか、分かってる、言われたのに、まあ、信じてないっていうことや。だから、気安く触るっていうやつね。そしてこいつが、お寿司の、兄上になるっていうことは分かるよね。こんなところで5年間も会ってない兄貴に会おうなんてなかなかのもんやな。もう2回見てるのに結構泣きたくなる俺も。結構彼女の気持ちからすると本当に奇跡みたいなもんだよね。だけど男はめっちゃクール。見てる時には自分の記憶はあるのかどうかないのかなとか、どれだけ
自分の身を自分でコントロールしてるのかなっていろいろ思ったんだけど、もう完全につながってる今は剣と。ドロロが人のことを殺してると思ってんの？ちょっとティー。よ。ドロロがまさか人斬りだと思ってんのが結構笑けるよな。こんな ちっちゃいのが。まあ、それほどこいつら恐怖を抱いてるっていうことやんな。そして本当はこの人。そうだ、この花ね。この花には何か意味あるんだよね。俺にはわからないんだけど。おそらく花言葉で、なんか大事なメッセージをあると思うんだけど。コメントで知ってる人がいれば教えてください。もう彼女の着物にはもみじですよね。ってことは、秋？秋なのにそんなすごい花ができるの？うん。めっちゃ美味しそう。今日は3時まで残業しちゃってさ、サンドイッチしか食ってない。すごい素敵なストーリー。超優しい姉だったんでしょうね、子供の頃は。でもお寿司はなんとなく分かってるんでしょうね、兄上がやったんじゃないかって。手には血がいっぱいついてるって。そして冷たい。そして姿から見ると今まで戦争に行ってるんじゃなくてホームレスみたいに歩き回ってるみたいな格好してるじゃないですか。だから何か変に思うやんか、きっとお寿司からするとね。でこの戦いね、もう俺はずっと、あかんあかんあかん、百鬼丸、ドロロを倒したらあかんよって言ったのに、まあ、そういう話じゃなかった。それがね、タノスケがね、この今殺されそうな男は立派な城を作ったんや、この殿様のために。でもこいつが裏切ったらあかんやから、前もって殺すんだ、殺すんだ。めちゃめちゃクソ、この殿マジマジクソやろ。うん、刀を使って腹を切るのはめちゃめちゃ難しいと思うんだけど、うん、でもこの剣にはね秘密があるんだよね。ただの剣じゃないんだよ。
そして自分の信念を捨てて切ることに挑む。ここで思ったのが、樹海とタノスケだっけは二人ともクソみたいな殿様の命令に従ってさまざまなひどいことをするんだけど、樹海がそこから離れて生まれ変えるみたいなことになるけど、この男はやればやるほどその真っ赤な血に染めた世界に入っていく。やお、ティーちゃん。確かにこの時にはちょんまげだったな。ハゲやった。毛がいっぱい。そして自分の殿を殺して周りの兵士を全員殺すんだよね。そして連続殺人になる。今の髪の毛を見ると長い間兵士をやめてるっていうことはわかる。ここで一見百鬼丸はドロロを倒そうとしてるように見えるのだが、実は百鬼丸はそんなやたらじゃないよ。やから？お互い必要としてるんだよね、もう。ニヒルはこの男が欲しい。この男はニヒルが欲しい。もう、二人とも結びついてる。今となっては。普通なら、人間の方が使用者で、剣が使用される道具だけど、今回は違うんだよ。こいつがただの道具になってる。その剣に宿ってる悪魔に乗っ取られて、だから言ったら剣の魂はこの人の魂、深い結びをついている。ほんの少し、ほんの一瞬だけ元の自分の姉上の姿に戻る。で、それが多分辛い。 100% 冷酷だったらマシだったでしょうね。ほんの少し姉上の姿が見れたのでよっぽど辛くなったでしょうね、お寿司さんが。大丈夫よ、ドロロ。百鬼丸そんな悪いことお前にせえへん。えって。もう気にせんどけや、もう横らへんで寝とけ。今から悪の剣が百鬼丸の地位を望みに来るんだから。ほら、そんなこと言うやん。お前はただの道具だからね。
お前はニヒルを手にしてるんじゃなくて、ニヒルはお前を手にしてる。そして妹が兄上を助けに行く。今のシーンがめっちゃ好き。今の、攻撃、余計、そして背中同士になるの。超、超美しい。おお。腕がないことには気づかなかったな。このシーンだけど、お寿司さんはもちろんすごい悲しいし、それがメインなんだけれども、このシーンで見ることは、剣が切られた、彼はそんなに切られたわけじゃないと思うんだよ。剣が切られて彼が死んだ、もう彼に大きなカットっていうところがないやんか。だから彼は剣と結びついてると思っちゃうわけ。だから剣から魂が離れていくことによって彼も死ぬ。もしかしたら彼は前から死んでたかもしれない。その剣に殺されて的な、でその剣の意志だけでまだ動いてた。そこで百鬼丸は耳を戻すことになる。で前のエピソードで足を戻したりとか、その神経を戻す話はあったんだけど、神経が戻ることによって結構戦いとして戦いぶりも変わってくるし、もしかしたら結構下手になるかもしれない。下手っていうか、まあ、下手ではないことは確かなんだけど、まあ、これ切られたところと同じように、だいぶなんていうか、その新しい経験によって弱くなっていってるかもしれないけど、耳が戻ることによってはあんまり悪いことを考えられないんだよね。なんかデアデブリみたいな、今は見えないけど耳は達者だったら戦いでは結構いいこともあるかなって思う。そして最後には百鬼丸のパパが百鬼丸を探してるっていうことがわかる。もしかしたら百鬼丸みたいな存在、その時の赤子が鬼を倒してるかなって思ったりする。で前にはちょっと話してみたんだけど、繰り返してこの1話で一番重要なファクターと思うんですけど、3話では樹海さんの話がありました。4回ではニヒルさんの話があります。樹海さんが殿様に悪いことをさせられて、でまあ樹海さんが悪いことやって、そしていざとなってもう嫌になって、自分を自害しようとして崖からジャンプして、そしてまあその西洋人に拾われて、なんか二度目のチャンス与えられちゃうみたいな感じなんだけど、最初はやる、その後は嫌になる、そして善になる。しかしこの名前忘れてるけど、トノスケみたいな、まあニヒルの男ね、は最初やりたくない、この男殺したくないって言うけど、結局自分を自害できなくて、まあ負けて、別にいいとか悪いとかそういう話じゃなくて、まあそういう戦争やし、こういうことは普通にあることだから、まあやって、そしてそのやることによって、今やればやるほどやりたくなるっていうか、そこに吸い込まれるパターンになって、もちろん善になるどころか、
もうどん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 真っ赤化の世界に入っていて、その鬼になっていくっていうストーリーなんですね。だから、まあ、樹海の逆のパターンみたいなところですね。まあ、戦争にはこういうこともあろうかっていう的な話だと、思っております。うん、では、今日は生リアクションができなかったのが、もう非常に申し訳ないんですけど、まあ、うん、この方が面白いかどうかちょっとわかんないんだけど、まあ、とりあえずはこういうことができたっていうことなので、皆さんから、どうだったかなっていう意見を聞けたらなっても思うし、まあ、ここまで最後まで聞いてくれる人は、10割ぐらいしかいないかもしれないんですけど、どうだったかなって、もし教えてくれればと思ってます。あと、もっと見たかったら、今、ニコ動画も、YouTube も Twitter もやったりしてるし、中にはニコ動画にアップしてないものもあれば、ニコ動画にあって YouTube にないものはあるかもしれないので、もっと見たかったら辿ってみてください。では今日はこの感じでございました。次の考察の動画まで、でもこれちょっと考察になったんだけど、まあもうちょっと考えさせて、今朝の4時ぐらいなのでもうちょっと考えさせて、まあ、動画を作りますので、その時まで。では、よろしくお願いします。おきに。バイバイ。